200系202 300系 S304 平成筑豊鉄道100系気動車は、平成筑豊鉄道が1989年10月1日の開業に合わせて製造した鉄道車両である。本記事では、ほぼ同型の200系気動車、300系気動車についても記述する。九州旅客鉄道の田川線、糸田線、飯田線が第3セクターの平成筑豊鉄道に転換されるのを前に、富士重工業により100系9両。200系3両、300系4両の計16両が製造された。いずれも富士重工業が第3セクター鉄道向けに製造していた LEDC と呼ばれるタイプの車両で、100型は車体長さ16メートルで、車内はセミクロスシート、200型は車体長さ18メートルで、車内はセミクロスシート、300型は車体長さ18メートルで、車内はロングシートとなっている。各形式ともワンマン運転に対応した構造である。普通構成車体で前面形状は本形式以前の1988年に導入されたのと鉄道 NT100 型に類似しており、前面には貫通扉を設け、前面窓は側面まで回り込んだパノラミックウィンドウで、左側窓上にはワンマン運転表示灯を、右側窓上には方向幕を設置している。能登鉄道 NT100 型と比べ、貫通扉の窓の上下寸法が拡大されている。また、前照灯は両側前面総下部のみに設けている。側面は両端部に折り戸の出入り口扉を設け、側窓は出入り口脇の1枚が固定式であるほかは、上段固定下段引き違いとしているなど、バス車体の特徴も見られる。200系、300型は LEDC 発の18メートル車体となっている。いずれも車体塗装はクリーム色地で、側面上部に水色の帯、前面、側面腰板部にオレンジ色、赤色の帯を配している。一部の車両はラッピングが施行されていた。平成筑豊鉄道100系車内100系、200型は扉寄りの部分をロングシートとし、中央部は一方に二人掛けの他方に数と掛けの座席を向かい合わせに配置した固定クロスシートとなっている。300型は全席ロングシートである。全車とも車内にトイレは設置されていない。ワンマン運転に対応する。冷暖房装置として、気管直結方式の冷房装置と温水温風ファン方式の暖房装置を備えている。各形式とも、飯田線、糸田線、田川線で運用されていた。近年の運行本数削減による運用減と新形式400系、500型への置き換えにより2007年から廃車が始まり、2007年3月に 105.107 302が、2008年2月に 104.108201 が、2008年度に 103.202301 が、2009年度に 101.102106.1092003 が、廃車となり、残った 303.304 も2010年12月18日をもって、運転を終了し、同年度内に廃車となった。2011年1月22日に 101.303 がミャンマーに譲渡された。また、304は金田駅構内で動態保存され、運転体験に使用されるほか、2011年2月1日からは、催事会場として一般開放されている。寺田雄一、私鉄気動車30年 JTB パブリッシング、2006年。ISBN4から533065325400 型、菜の花越、一久ネット2019年4月17日閲覧、平成筑豊鉄道100系、300系がミャンマーへ引く、鉄道ファン交流者 railf.jp、鉄道ニュース2011年1月23日。ありがとうございます。